イトルが手のひらの鍵というので、その会場入った時にすぐ、まあ、一つのボートがあるんですけど、そのボートっていうのは手のひらを合わせています。会場に2つボートがあって、その2つのボートっていうのが2つの手のひら、天井から鍵がつっていて、5万本の鍵がつっていて、その記憶を手のひらで受け止めている、そういう形の作品です。つっている数は5万本なんですけども、鍵全部の数は18万本あって、その鍵は世界中から集めました。ほとんどの鍵がドネイト、まあ、誰かが使っていた鍵をその展覧会で使ってくださいっていうので、その鍵を集めたという理由は、まあ、何かすごく大切なものを、まあ、身内を失って、でまたその大切なものが集めたい衝動に駆られたことから始まったんですけども、鍵一つずつを見てみると、その人間の形に出るんですね。で鍵って大きな頭があって、まあ、体があるっていう形で、その鍵が一人一人の人間に見えてきて、その一人一人の人間を赤い糸で結んでいく、 赤い糸で記憶を結ぶ作品になっています。人から集めた鍵の記憶の海を渡る船っていう意味で、割と船に記憶がどんどん詰まっていて、でそれがこう、まあ、銀河のように流れているような形にもなっています。鍵を受けた時に、その鍵一つ一つに割とメッセージがついていて、どこどこで使った鍵であるとか、まあ、この鍵はその亡くなった母の鍵であるとか、そのたくさんの鍵のメッセージがついていて、でそれを読んでいると、その鍵を使っていた持ち主の姿が浮き上がってくる、その記憶が私にも伝わってきて、で、まあ、鍵っていうのはたくさんの意味にも伝われると、鍵っていうのはものすごくいろんな意味に使われてると思うんですね。で、Key in the hand、 手のひらの鍵って、鍵を握るっていうだけ、まあ、チャンスを握る、未来を握っている鍵が手の中にあるっていう意味みたいなものがあって、でまた鍵を失うと生活の一環の大切なものを失うような気持ちになる。で人から詰まった鍵や鍵のメッセージを読んでいて、これほど人の生活と密接しているものなんだ、これほど大切なものなんだなっていうのが分かりました。